ということで、こんにちは、ズレトミン。はい。今日は何をやっていきましょうね。ということで、始まりました。第1弾でございます。まあ、売れるかどうか心配なんですけど。誰ですかね、これ。これは知りません、なんか。まあ、今日は第1ステージ目をやりたいと思います。ですね、もう白ひげも取って、もういろいろ、もう全クリアしたんですよ。最終回のもうほら、これ終わったんで。でも終わったんで、一番最初のところ行ってみましょう。ルフィだけかきついぞ。じゃあ、皆さんもよく知っているあそこ行きましょう。最終決戦。まあ、白ひげでしょ、ここは。あ、レベルは50です。乗ります。きついな、この台数。俺、立ってるのよ、ずっと。ゴミ？この方が見やすいかな。見に行き。スキップしますよ。あー！ちょ、ここは飛ばしていいですかね。ちょっと飛ばします。まあ、こういう入っていくということですね。はい、じゃあ、やっていきましょう。ほら、遅かったり早かったりあるんですよ。これは遅いですね。よし、じゃあやっていきましょう。スタート。強いんですよね、白ひげが。これでドンですよ、普通の攻撃。で、リアルだね、これがまた。腰まで出るんですよ、ちょっと待ってください、ちょっと画面の映りが悪いな。あ、OK。じゃあちょっと無言になります。ちょっとその、1ゲージでこれです。倒しましたね。プレスリーのよりは敵がちょっと少なくなった感じ。難易度難しいにしたら、まあ本当に難しくなるっていう感じですね。ということでやっていきましょう。これ携帯の画面見てしょ。で、ここをこうあるんですよ。ここを押したらこうなります。まあね、なんかコンビ組んでるかなっていう人と、まあ、一緒に戦えるんですよ。で、これで、だって、あるんですよ、必殺技が。そしたら、二人で攻撃、一斉にできるということで。もう、全クリして暇で暇で。もう一撃ですよ、これ。コビコビ一撃ですよ。コビ一撃ってどういうことだよということでね。コビ一撃、コビがかわいそうだ。ちょっと一回やっていきましょうか。よいしょ。
縄張りはね、大体は取っとかないで。ちょっと、一番上の方に攻め込んでいきます。携帯見ながらはやりにくいですね、さすがに。バン。誰か来ないかな。来た。今度は藤戸を使っていきましょうか。次で1本と次で藤田をつけましょうか。じゃあ次の回は、ガープさん、ガープ中将ですね。でこれが2ゲージです。まあみんなも大体は知ってると思うんですけど、これがまた強いんですよね。はい、ボガン。はい、ボガン。はい、ボガン。ロボいじめ状態ですね、これ。画質がピントを合わせて、逆に合わなくなったわ。これで合ったかな？ギリ合ってないな。もしあったかな、これで。ああ、まあ、ここは見ましょうか。じいちゃん、そこどいてくれ。どくわけにいくか、ルフィ。わしゃ、海軍本部、中将じゃ。お前が生まれるはるか昔から、わしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくは、わしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよ、じいちゃん。どいてくれ。できねえはエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵といなさ。優しい。貴様も人の親だ、ガープ。ガープ、まあ、ということで飛ばします。なんでこれ飛ばすんだよということで、うん、大体はここで終わりなんで、まあ、次の回はなんかしましょうかね。じゃあ次は藤虎を使うんで、じゃあ次回また会いましょう。ダメです。